巨人がヤバすぎる、坂本勇人、夜事情が暴露されます。性行為のたび3万円とアフターピルを渡していました。女性が妊娠するとおろせと暴言を吐く録音が文春に暴露されました。ツイッターではケツ穴確定がトレンド入りしています。原辰徳、ヤクザに1億円を支払います。妻が妊娠中、他の女性と関係を持ち口止め料を支払いました。暴露した文春を訴えますが敗訴しています。野球賭博、巨人の3選手が野球賭博を行いクビになります。笠原選手は暴露系 YouTuber になり、カトパンの乳首の色を暴露しています。